タンゲマスミですこの度私の一人芝居「その日恋は落ちてきた」を映画化してもらえることとなりましたこの映画は恋に全く縁のなかった30歳の女の子が突然恋に落ちてしまってちょと突猛進その恋を成就すべく突き進むプラトニックすぎるラブストーリーの話です撮影はもうククランクインイししてておりまして 撮れば撮るほど夢も膨らんでっておりますそれが夢も話も広がってこんなカットもあんなカットも撮りたいよねということであれよあれよという間にクラウドファンディングにも挑戦させていただくこととなりました是非私と一緒に夢を見たいと思っているあなた私と一緒にこの映画をめっちゃいい作品にしてください皆様のご支援お待ちしております よろしくお願いいたします。